かなり長い時間、眠ってた気がする。調子差し振りにこのゲームの、実況をするからな。そりゃそうなるわ。村屋って誰だっけ？お前あれだけ好きだったのに、忘れたのかよ。ほら、この子だよ。ああ、この子か。なぜそっちのイメージが出てくる？マライアはキャビンを去ったけど、大丈夫かな？だ、大丈夫だよ、きっと。正直どう答えたらいいか、わからない。無事に帰ってきてくれ、マライアちゃん。さて、今日はどうしようか。いつもはマライアちゃんと話してたけど、いないんだよね。カリンの様子が危なそうだから、落ち着かせに行こう。ちょっぴり怖いけど、行くか。すでに落ち着きを取り戻してた。な、なんてことを言うんだ。でもアロタ、正直マライア側の洪水の中から戻ってくるとは。でも、え、アナトリーが？意外だな。運動が苦手なイメージがあったけど。自分の命よりも、他の誰かが犠牲になる方が、嫌だったのかもな。俺は寿司がいいな。いきなりグレード上げるな。腹が減ってる時にそういう話をされると余計に腹が減る。何か食べたい。